スポーツ日本杯サテライト双葉カップ F1 戦最終11レース S 級決勝進出メンバーのインタビューをご覧ください。どうぞ。決勝戦の戦い方は、稲垣さんがすごい仕上がっているので、まあ、少しでも抵抗できるように頑張ります。ここはやはり先行勝負ですか？そうですね、はい、そうしないと勝てないと思うので、はい、力を出し切って稲垣さんといい勝負できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。今の状態というのはこれまで比較してどうでしょう？そうですね、今年、前半ちょっと振るわなかったんですけども、大ギア対策っていうのを後半、課題にしてその結果が出てきてますし、今年の中では一番いい出来かなと、はい、思います。明日の決勝戦また注目集まると思うんですけれども、どんな走りしましょう？調子いい選手は勝ち上がってますし、油断せず、明日も力出し切って、はい、いい走りをしたいと思います。次の競輪祭に向けて、いい結果を出したいと思います。応援お願いします。決勝戦ですが、位置はどうされますか？はい、黒田君が空いているようなので、2日目なんかはね、準決勝なんか特に素晴らしいレースをしたので、最近ね、絶好調な黒田君の後ろにつけたいと思います。流れがいいので、この流れを崩さないように精一杯力を出し切りたいと思います。応援よろしくお願いします。準決勝戦、稲垣選手と一気にまくっていきましたね。いや、もうすごかったです。ついていてどうですか？いや、もうどこまで行っても抜けない感じだったので、はい。決勝戦になりますが、また再びいい目標ですね。そうですね、明日も稲垣さんいるんで、しっかりついていきたいと思います。最後ゴール勝負いかがでしょう？そうですね、頑張ります。決勝戦九州勢揃いましたけれども。そうですね、一番前で、しっかり頑張ります。別戦で稲垣選手も非常に動き光ってますけれども、そのあたりは？そうですね、はい、僕も噛み合えばあのくらいは走れると思うんで、どうにか修正していきたいと思います。車検に貢献できるように頑張りますんで、ぜひ応援の方よろしくお願いします。この立川は2回目ということですが、非常に相性もいいそうですね。そうですね、2回とも決勝乗れてるんでいいと思います。決勝メンバー印象どうでしょうか？いや、もうみんな強いんでチャレンジャーとして頑張ります。どんな戦いを考えてますか？そうですね、岡部さんついてもらえるんで、積極的に行きたいと思います。決勝戦ですが、九州勢3社ですね。はい、自分がマスワックの番手を回って、健太郎君が3番手回ってくれるっていうんで、そういう布陣でいいと思います。相手強いんですけど、はい、九州ラインで上位独占狙って頑張ります。応援してください。準決勝戦強気な攻めでしたが、いかがでした？そうですね、先行半分、稲張り半分って感じでした。決勝戦になりますが、どのように戦っていきましょう？もう3番手折り合います。ただ松岡選手に積極的に行ってもらえば。そうですね、そしたらチャンスがあるかもしれないですね。決勝メンバー印象はどうですか？そうですね、稲垣君も強いし、鈴木健太郎君も強いし、周りのみんな、いいメンバーだと思いますね。その強いと言っていた鈴木選手の後ろが空いてますね。そうですね、はい、連携も以前したことがあって、本当にキレのある選手なんで、踏み出しに集中したいと思います。一生懸命走って、チャンスあれば優勝を狙います。応援よろしくお願いします。